時間だよ、起きて。あと5分だけ。絶対寝てないや。寝てる芝居してよ。絶対起きてたやん。絶対起きてたやろ。難しい、こっからもほんと無理なんだけど。あと5分じゃそんなにトークもコーナーも広げられないよ。5分の曲流して。やっぱダメだよ、起きなさい。おかしいな、つながんない。ピクシスの夜空の下でミーティング。こんばんみ、ピクシスの伊藤舞です。こんばんは、ピクシスの伊藤美久です。ハリッキーです。はい、木曜日はこちら、ピクシスの残像。私たちのフレッシュさは今や本当にすっかり失われてしまったのか。若かりしあの頃の私たちの残像、つまり私たちそれぞれが自分の過去の発言を覚えているかどうかチェックすることで確かめていくコーナー。リスナーさんは私たちのブログやツイッター、過去のイベントや雑誌などからクイズを作って送ってきてね。はい、やっていきましょう。いきましょうか。じゃあ問題出しましょうかね。トヨタさん用問題。はい、ピクミンネームムッキーさんからの問題。2019年10月26日27日に開催された萌えしツアーズのバス内で配られたコミュ障のための困った時の話題項目より、バスで隣になった人と話すきっかけを作るために配られたコミュ障のための困った時の話題項目内の一つとして提案されている〇〇しりとり、この〇〇に入るのは何でしょうか。私優しいね。優しいと同時にやかましい、やかましいよ。こんなん書くなってなるって。優しさとやかましさって共存するんだね。人によりそうですけどね。しりとり？はい、困った時に役に立つよってバス内でね、一人で来た人も隣の人と仲良くなれるんじゃないっていう。それを持ってたら会話のきっかけになるよっていうやつ。なるかなと思って。はい。はい、これかな。え、萌え師を褒めるしりとり。面白いね。ひたすら萌え師を褒めるしかないしりとり。萌え師ツアーズだしね。そう。違います。え、なんだろう。正解は意識高いしりとり。どういうこと。意識高いしりとりって何。え、やってもらってもいいんですか。意識高いしりとりって何ですか。 SDGs。 さっきの学んだことを言いたいだけの人みたい。ずだよ。え、意識高い。あー、まあそうね、ズッキーニの方が意識高いね。図鑑。あ、うんだ。終了。終了。これはなかなか難しいですね。あ、でもほらいいじゃん、なんかみんなでさ、え、それ意識高いくないみたいなの言い合いながら盛り上がるじゃん、普通のしりとりより。コミッションを舐めてもらって困るんですよ。しりとりしよう。で、でもさ、紙に配られて書いてあったらするきっかけになるでしょ。隣の人に話しかけられないもん。そもそも隣の人と困った時の会話項目みたいなの書いて、私、うん、好きなアニメの話。それがやかましい。やかましいねん。やかましいねん。書いておいてよ、うん、LINE を聞きましょうって書いておいて。じゃあ続いてのミクへの問題。キョンアンさんから。伊藤美久オフィシャルブログ2014年8月20日更新分、質問回答丸1より、このブログにてファンから寄せられた質問に回答していった伊藤さん、うんうん、ときめくワードはという質問に対して何と回答した。可愛いこと言ってそう。2014年だよ、絶対キラキラしたこと。そう、カタカナ。カタカナ、うん、でときめく。でも私なんとなくこの時代の美久を覚えてる。この時代のミク。うん、この時のミ、そうね、うん。え？好きって言ってたよ。これヒント言ったら分かっちゃいそうだ。はい。うん。では、回答お願いします。寒天。寒天は漢字で書く。なんかときめくみたいな。今の伊藤やろ。正解はミントグリーンです。
あ、かわいい。あ、ミクなんか最近水色も好きだけどミントグリーンにときめいてますみたいな時代あった。そうそうそう、ミントグリーンの方が好きだったっていう時代あったでしょ、うん、なんかね、うん、そっちの緑寄りの方が好きだったんだよね。目に優しいからね。そうそうそう。はい、で続きまして、ピクミンネーム斬新サイトさんからの問題。トヨタ萌えインスタグラム2017年7月14日の投稿写真より、ファースト写真集モアーのオフショットの写真とともに付けられたハッシュタグに〇〇〇は好物と書かれていますが、〇〇〇に入る言葉は何？わかるか。自分で思ってる魅力なところをハッシュタグで書きつつ、はい、自分のその、いい？はい。お尻。ハッシュタグでお尻。お尻、まあ、モア結構お尻大事だったもんね。お尻、確かにモアお尻だったもんね。自分の体はどこが一番好きですかって言ったらお尻って。お尻。いや、女性らしい体だから羨ましいですけど、正解はうなじ。うなじ。お尻のがいいな。自分はお尻の方が推してますが、お尻の方が好きですよ。もう一個言って。続いてピクミンネームニララさんからの問題。伊藤美子オフィシャルブログ2013年7月22日更新分、マキマキ欲しいより。美容師さんにとんでもねえタイトル。とんでもねえ。マキマキ、とんでもねえタイトルだな。美容師さんに8年前か、髪巻かれたりします？しないなら今日巻かれていかれますかと言ってもらえたミック。お言葉に甘えて髪を巻き巻きしてもらいました。そして気分が上がったミックはそのまま帰るのはもったいないと思い、あるお店に行きます。そのお店はどこでしょう？なんで笑うの？めっちゃおもろい。なんで笑うの？美容室帰りに。やっぱミク昔から変わんないわ。え？あ、8年前なのに、うん、あ、大好き。え？私ミクのこういうところが大好きだよ。え？ど、え？可愛くしてもらった、嬉しい。え？わかんない、全然。正解、スタバ。あ、今大人になったね。え？ミクも大人になっちゃったよ。正解はモスバーガー。それ大人になったわ。髪巻いてもらってさ、なんかさ、ちょっとさ、いいとこのさ、あれとかショッピングとかさ、なんか買い物みたいなの分かるんだけどさ、モスバーガーいつでも行けるし、別に巻いた状態で行く場所じゃない。もう私の中ではもうおしゃれおめかししていくとこなんだ。モス、おしゃモス。今日ならモスバーガー入れるなって思ったの。めちゃめちゃおもろいや。当時だって誰も突っ込んでないでしょこれ多分、うん、誰も何とも思わなかった。私も何とも思わず書いてたと思う。モスバーガーに行ったんですよ。おもろすぎる、嬉しい。はい、というわけで以上です。私たちの過去の発言をクイズにして送ってね。以上、ピクシスの残像のコーナーでした。ピクシスの夜空の下でミーティング、エンディング。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、各コーナーでのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net。 pixis の通りは pyxis です。いや最高。いや、まあそうですよね、モスバーガーは今でも大好きですし。いや私も大好きだけどさ、別にそのおしゃれしたから行きたいってなる場所ではない。もうちょっとあるじゃん。そうね、高校生の私からしたらモスバーガーはおしゃれしていくとこだったんだ。そうだろうね、うん、かいい、なかなか行けるとこじゃないよ。やっぱモスバーガー高いしさ、やっぱほらマックよりはやっぱその上にモスが価格帯の話でね、あるからね。だからあんま行けないからさ。スタバって回答になって大人になったね。いやほんとこれは大人の成長の証だよね。大人、まあ、巻いてもらってスタバ行こうとも思わないけど。え、思わないの？思わないよ別に。嘘でしょ？別に思わないよ。今でも行くんだけど。モスよりは分かるって思ったから突っ込まなかったけど、別にあの今でもスタバは別に。まあ髪巻いてもらわないとスタバなんて入れないんだから。入れる。恥ずかしくて入れないよ。はい、というわけで終わり、この辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのトヨタモエとピクシスの伊藤美久でした。また来週会おうね。バイバーイ。